せっかく操業再開って時にまさかあれがなくなるとは。なんだかお困りみたいね。おお、おめえさんたちか。ひょっとして掲示板を見てうちに来てくれたのかい。あ、うん、そうよ。何か盗まれたそうじゃない。ああ、どうしたもんだか。今も悩んでたところでな。早速調べてほしいんだが、お前さん都合はつくかい。問題ないわ、いつでも OK よ。おお、それは助かるぜ。それじゃあその肝心の説明を始める前に。おい、アーニャ。お父さん、何？父ちゃんたち、今から大事な話があるんだ。すまねえが、母さんのところで5本でも読んでてくれねえか。うん、わかった。お母さん、5本読んで。なるほど、いろいろと準備がいるわけね。お気遣い感謝するわ。さてと、仕切り直しだな。まずは手始めに俺の方から何が起きたのか説明するとしよう。うん、最初はそこからね。ええ、お願いするわ。亡くなっちまったのは丸賀鉱山の管理委任状だ。これは女王陛下からいただいた大切な証明書でな、鉱山庁に採掘の管理を委任することが記されてる。丸賀鉱山も元はといえば女王陛下の持ち物だからな。あの委任状があって初めて俺たちが山を掘れるわけだ。そういうものなんだ。鉱山が女王様のものだなんて今まで全然知らなかったわ。ええ、王国憲章ではそう定められていますけど、もちろんあくまで形式的なものに過ぎませんよ。なるほど。でもだからこそ委任状なんてものが出てくるのね。形式上のこととはいえ、丸賀鉱山は女王の私有地、七曜石を採掘するからには確かに何かお墨付きが必要だわ。まあそういうことなんだ。どんだけ大切なものが盗まれたか今の話で分かってくれたか。うん、大切なものなのは分かったわ。で、事件の経緯だけど、委任状がないことにはいつ頃気がついたの？おう、つい今朝方のことだ。委任状をしまってある小箱が開いてるのに気づいてよ。中を覗いてみたら案の定なくなってたってわけさ。じゃあ事件が発覚してからまだ間もないわけか。盗難と断定するのは少し早いかもしれないわね。そうかもしれません。もしかしたら子供たちがなくしてしまったのかも。もしそうなら俺だって安心なんだが、残念なことによ、今回に限ってそれはねえんだ。え、なんでよ。ひょっとして事件だってことを証明する手がかりか何かあるの？おお、プロはさすがだな。
こいつを見てくれよ。麗しの姫君とその友らよ、取り戻さんと欲すならば混沌に分け入りて真実を見よ。第一の鍵はシチューに。っていうカードが代わりに入ってたんだ。どう見たって盗みだろうこりゃ。はあ。な、なんだ？ため息なんかついてどうしちまった？いやちょっと。気にしないでちょうだい。ま、とにかくこれで犯人の目星はついたわね。怪盗紳士ブルブランか。ほんとしつこいやつね。なんだよそのキテレツな野郎は。そいつが委任状を盗んだ犯人だってのか。断言はできないけどその可能性は高いと思うわ。ま、詮索は後にして、とにかく調査を始めないと。ええ、それが賢明ね。まずはカードの内容に当たってみるとしましょうか。探さないといけないのは女神の傍らに座すものだったよね。多分これも何かの例えだと思うけど、とりあえず街の中を歩き回ってみるしかないわね。どうやら捜査の方針もまとまったみてえだな。ジョーちゃんたち、よろしくお願いするぜ。うん、頑張るわ。それじゃあ早速捜査に取り掛かるわね。おう、何としても委任状を取り戻してくれよ。エッセイちゃんたち、今回はお疲れさんやったね。うん、ケビンさんも本当助かっちゃったわ。ティオたちのことありがとうね。なんのなんの、なんといっても愛するエステルちゃんのためやもの。またまた調子いいんだから。ほんと軽口にかけてはオリビエといい勝負ね。言えてるかも。ところでケビンさんはこれからどうするつもり？実はまた教会巡りをせなあかんねん。ちょいと野暮用ができてしもうたんや。野暮用ね。とかなんとか言って重要な用事だったりしない？ここに立ち寄ったのもたまたま通り道だったとか。エステちゃん、なかなか鋭いこと言うな。まあその辺の事情はそのうちっちゅうことで、近いうちに情報交換させてもらうわ。うん、そうね。その時はお願いするわ。それじゃあケビンさんも気をつけてね。おう、エステルちゃんたちもな。この椅子、ちょうど礼拝堂の横に控えるような場所にあるわね。女神の傍らに座すもの、もしかするとここのことかもしれませんね。うん、調べてみるわ。やっぱりカードがあったわ。第二の鍵は次なる魔法陣。記号は森より来たりしもの。よっしゃ、大正解。って本当なら素直に喜びたいところなんだけど。次のヒントは今までなかったタイプね。どんな意味なのかしら。どこかの場所を示してるんでしょうか。今までの傾向を考えれば多分そのはずよね。ええ、そう考えるのが妥当ね。ヒントに似たものがないか街の中を調べてみましょう。
この木箱の並び、カードにあった記号と形がほとんど一緒じゃない？そうね、箱の数もちょうど5個で合ってるわ。これは調べてみた方がいいわね。うん、それじゃ早速。さーて、どこにあるのかなと。第三の鍵は市内に。八つ目の鉄柱の腹を探れ。とかなんとか言ってるんですけど。八つ目の鉄柱ね。ロレント市内のようだけど、一体何のことなのかしら。やはりこれまで通り歩いて調べる以外なさそうです。きっともう一息でしょうし、ここは頑張りどころですね。うん、それじゃあ行きましょう。火事場よね。今は火も入ってないし、冷え切ってるみたいだけど。カードにあった八つ目の鉄柱、あんたはここだと思うわけ？うん、あんまり自信ないけど、ま、念のため調べてみるわ。あ、あった！なになに？この鍵を持って開かずの扉を開くがよい。というわけで鍵を見つけたんだけど。で、これってどこの鍵を？開かずの扉と言ってたけど、どうせこれも市内のどこかよ。扉という扉に試してみましょう。うん、結局はそれが一番近道かも。ふぅ、きっともう一息よね。よし、気合を入れ直して探してみるとしますか。持って来てみれば、見たところガラクタばっかね。エステル待って。何をこいつら。質問は後よ。まずは撃退しないと。
できたようですね。怖かった。はあ、焦ったわ。いきなりあんなものが湧いて出てくるんだもん。この辺りでは見たことのない魔獣。これが怪盗紳士流のご挨拶ってところかしら。ええ、おそらくは。でもどうやらこれが最後の障害だったようですね。ええ、あとは委任状を取り戻すだけね。探してみましょう。この部屋の中にあるはずよ。あっと、それを忘れちゃいけないわね。よし、回収完了よ。早く返しに行ってあげようよ、親方さん。きっと待ってると思うから。そうね。これでよしと。いやあ、ジョーちゃんたち、今日は本当に助かったぜ。まさかこうも簡単に取り戻してくれるとはな。さすがはロレントの誇る若手遊撃士のホープだぜ。そんなにおだてないでよ。私たちはただ使命を果たしたまでなんだから。謙虚じゃねえか。やっぱ若いうちはそういう姿勢が大事だぜ。おう、それはそうと、大事なことを聞き忘れてたな。今回の盗みの犯人だけどよ、もう捕まっちまったのかい？誰が犯人かその目星はついてるんだけど。これがそう簡単に尻尾をつかめないやつなのよ。へえ、国際的に有名な怪盗ね。そんな奴がわざわざロレントに来てこの騒ぎかよ。まったく、誘拐犯なんてもんは何を考えてるのかわかんねえな。ま、それは私たちも同感だけど。でも委任状の管理はもっと厳重にしてほしいわね。今回は愉快犯で済んだけど、
脅迫に使われる危険もあるわ。おう、確かに考えねえといけねえな。だが俺の家じゃ安全に管理できる場所もねえ。いっそ市長に頼んで金庫に入れといてもらうか。あ、それがいいんじゃない。まあ相手によっては安全とは言えないけど、バッチリ盗まれたこともあったわけだしね。それはそうでしょうけど、ここよりは安全だと思います。まずはお話だけでもされてみてはいかがですか。そうだな、そのうち頼んでみるぜ。今日は今すぐ山の方に行かなきゃならねえんでな。あら、ずいぶん忙しいのね。ああ、相変わらず輸出が堅調なもんでな、いくら七曜石を掘っても点で追いつかねえんだよ。オーブメントを使ってりゃ七曜石の大事さはわかるだろ。そりゃもう痛いぐらいにね。いっつもセピスが足りなくて工房でヒーヒー言ってるから。いいクォーツはコストも高いですから。なんだおい、そんなに苦労してんのか。それならちょっとセピスを持っていけよ。昨日ちょうど何袋か持って帰ったところなんだぜ。え、セピスをくれるの。おう、そんなに恐縮することはねえぞ。山に入ればいくらでも掘ってこられるんだからな。で、どの属性のセピスがいい。おう、金曜石だな。ま、数は少ないが工房での足しにはなるだろう。せいぜいいいクォーツを合成して頑張ってくれよ。うん、ありがとう。ほんと助かるわ。そんじゃ俺もそろそろ鉱山に行かせてもらうぜ。ジョーちゃんたちもそのうちまたロレントに帰ってこいよ。フリサ、アーニャ、それじゃ行ってくるぜ。はい、行ってらっしゃい。パパ、早く帰ってきてね。アーニャ、いい子にして待ってるんだから。おう、できるだけ早く帰ってくるからな。ママのお手伝いをよくしてあげるんだぞ。うん、うーん、微笑ましい。ちょっと羨ましいかも。こうなると親方さんも肩なしね。じゃこれで失礼するぜ。え、お仕事お疲れ様。親方さんも気をつけてね。いってらっしゃ